それでどこに行きゃいいんだロビン。この中にあの変な文字のヒントがありそうなんだよな。そうね、ここの地下に絵の描かれた天井があったのを覚えているかしら。ん、そんなのあったか。あ、思い出した。確かワニ模様のスイッチがあったとこだよな。そういえば、うん、確かにあったわ。ロビン、そこへ行けばいいの？ええ、あそこに描かれていたものが天行の塔で見た古代文字と似ていたような気がするの。それでは皆さん行きましょうか。よほほほ。よし、よくわかんねえけど行くぞ。ジュゴンはさすがにもういねえみたいだな。よう、こっちで合ってんのか。うん、このまま下に行くと谷があるんだけど、目的の場所はそこを渡ったところよ。あら、何かあるわね。場所の真下にあったはずよ。石板があったわ。この部分の文字、天行の塔のものと同じよ。どうしたの？どうやらこれは文字ではなく記号のようね。塔に戻って調べてみましょう。よし、ワッフル戸に戻るぞ。どう、ロビン。やはり記号が謎を解く鍵。組み合わせと反復、等間隔の補助記号、何かに似ている。これは聞いてくれ、ロビンちゃん。このマークは子羊のパテを表現してると思うんだ。こっちのは具材を片付けろって指示さ。ズバリ、こいつは子羊のテリーヌのレシピだ。ありがとう、
サンジらしい意見ね。でも食べ物らしい文字はないのよね。羊のなんだ？それうめのか？そんな場合じゃないでしょ。ロビン、俺思いついたぞ。このふわふわした文字は草むらじゃねえか。つまりこれは薬草をすりつぶした解熱剤の処方箋だ。そうか。そもそも今薬が必要なのか。そうね、ちょっと違うかも。分かったと思ったんだけどな。ごめんな。いいえ、ありがとう。一緒に考えてくれて嬉しかったわ、チョッパー。楽譜ね。一定幅での上げ下げ、反復と組み合わせ。確か。ねえ、楽譜って何？音楽を記号にして書き表したものが楽譜です。楽譜があれば音楽を奏でられるのですよ。ただ残念ですが、譜面の多くの部分が消えてますね。それじゃ正しく曲を演奏できないってこと？そうなんですよ。じゃあその楽譜の情報をメモリアで探してみる？そうね、急いでメモリアに向かいましょう。保管庫というのはどちらでしょうか。ブルック、それなら地下2階よ。すげえな、リム、よく覚えてるな。よし、そのほかほか庫に行くぞ。保管庫な。違えだろ。それにしてもこの辺は焼け落ちてねえんだな。ええ、でもここより上の階は何もかもが黒焦げになってるはずよ。だよな。この本ね。でも楽譜の情報は多くないわね。
何が書かれてんだ？古の儀式について書かれてるわ。楽譜に関して書かれてるのは一部で、あの天行の塔は神の息吹の祭壇。古代の空島の人々はそこで神の息吹を称える旋律を奏でた。その歌を知っている者だけが神の息吹に会えた。え、神の息吹を称える歌。ええ、救いの日差しという曲が書かれてるわ。私その歌を知っているわ。昔から何度も聴いているもの。楽譜なんかなくても大丈夫よ。本当か、リム。ルフィ、天行の塔に戻りましょう。これで、あの部屋の謎が解けるわ。どうすだ、リム。黙って聞いて。これが、救いの日差しよ。なんだ？変わった歌ね。本当にこういう歌なの？歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったな、リム。ブラック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとう、ブラック。よっ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。よし、アディオ待って、リム。すぐに追わねえと。この塔は危険だぜ。気をつけろ。上に何かいるぞ。CP9！ それもあの二人だ。動物園かよ。鳩のやつもあいつもどっちもぶっ飛ばす。メモリアで会った時より力が上がってやがる。おいおい、嘘だろ。関係ねえ。ぶっ飛ばして先に進むぞ。みんな、いっぺんに行くぞ。ギャッスネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。乱脚ネジ白人。
俺の方はいつでもいいぞ。やっと俺の出番か。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー六式を録音。粋なことするじゃねえか。俺の番だな。これで元気になるぞ。おう助かるぞチョッパー。まずいわね、こいつ強いわ。肩慣らしといくか。一刀流よし。シッソンソン。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。効かねえな。切り替えがありそうだ。そこどけ。乱脚ネジ白人。こっちだ。いってぎゃスネークマンゴムゴムのキングコブラ。準備はできてるぞ。よし、俺様に任せる。必殺ミドドクロバカンだ。よし。まだ負けてはおらん。まだがなしねえの。うつぎ俺に飛ぶ式だ。反撃開始だ。まいったわい。ここまで可能。なめんじゃねえ。でっかいうつぎ飛ぶ式だ。てなこやろ。トップグリーンの多彩性見せてやる。でっかい打ち切り邪魔だ。効かねえよ。俺の番だな。大丈夫、これでみんな直せる。おうた、お、くそ、マナーがなくねえろ。くっ、私の予報少し早くリムを追わねえと。ゲッ、またヤバそうな感じ。ありえない組み合わせね。どっちも俺嫌いだ。ワニもミンゴもまとめてぶっ飛ばす。ねえ、ひょっとしてこよほほほほ、おそらく強くなっているんでしょうね。私クロコダイルさんは初めましてですけど。どっちにしろやるしかねえんだ。よし、みんなやるぞ。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。ロイキッド。よし、行くぞお前ら。ギュッ。スネークマンゴムゴムのキングコブラ。お前デザートラッパーだ。俺たちの力見せてやろうぜ。フルパワーでいくぞ。
ンキーアイブ今がチャンスだ。よし、俺様に任せる。くらえ、これでどうだ。俺その程度だ。効かねえな。いや、スネークマンゴムゴムのキングコブラ。うん、トップグリーンの多彩性見せてやる。ドクロバカリゾー、どんとこよ、相手してやる。なめんじゃね。ロイシート、こいつ強えな。ギョッスネークマンゴムゴムのキングコブラ。ふざけるな。俺様の技術力味パーチ。おら、雲の巣が効かねえな。俺の番だな。俺が万能薬になるんだ。ああ、ぶっ飛ばしてやる。行くぞ。そこだ、雲の砂木。負けられねえよな。くそ、効かねえな。こいつぶちのめしてやるよ。パーチ。俺だってつい、行くぞ。キン。おりゃ。効かねえな。能力は使いようだ。俺が。そこだ。俺様の技術。おりゃ。なかなかやる。ロイシート、まだまだ。いちちち、俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。お俺様、ま、くそ、その程度だ。効かねえな。もしかし、さすがに大岡七部会を二人同時。またなんかいるのか。あらら、麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして解散。待て待て待て、ちょっと待てって。さすがに三大将勢ぞろいはねえだろうが。ほら見ろ、ロビンでさえ言葉を失ってるじゃねえか。いいから構えろ、来るぞ。またお前らか。けど俺はもうお前らには負けねえ。みんないっぺんに行くぞ。ギョッ
スネークマンゴムゴムのキングコブラ、これ好き。天の村雲、めちゃめちゃ効いたぞ。準備はできてるぞ。やっと俺の出番か。三刀流奥義一大三千丈大戦、まとめてわし一人で十分じゃ。やっと俺の出番か。フランキー、あい、ここは任せてもらう。アイスタイムサクセス。俺の番だな。これで大丈夫なはずだ。ああ、き、俺様の技術力、フランキー、アイ、アイスタイムカプセス、いつでもいいぞ。三刀流奥義一大三千丈大戦、もう生きることは諦めんく大軍か。もう気が抜かねえ。いや、スネークマンゴムゴムのキングコブラ。ちょいと困ったね。大事に使えよ。ああ、よし行くか。三刀流奥義一大三千丈大戦、まとめてわし一人で十分じゃ。いや、スネークマンゴムゴムのキングコブラ、これ好き。ぶちのめしてやるよ。あんたらも運が悪いね。アイスブロックパルチザン、よし行くか。刀の旅に出る。もう生きることは諦めんく大軍か。もう気は抜かねえ。やっほーす、ゴムゴムの手をバズーカ。びっくりしたね。怖くなんてねえぞ。俺が万能薬になるんだ。カッチン、落ちました。アイスタイムカプセル、きっちり肩をつける。キープ、邪魔です。悪は根絶やしにせんとの。お前ら無茶しすぎだぞ。ほら、くそ、動けねえ。キー、刀の旅にしてやる。大軍か。もう気は抜かねえ。そこだ。びっくりしたね。大事に使えよ。おお、そうでないとね。負けら、あららら、どうしたの今。ヒヤッフォース、ゴムゴムのキング、これですか。おお、
までかね。そこどけ。聞かぬ。勝ったつもりか、バカタレが。俺が万能薬になるんだ。あ。邪魔だ。聞かぬ。勝ったつもりか、バカタレが。ここは任せてもらおうか。アイスブロックパルチザン、いけるか。いくぞ。邪魔だ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これで大丈夫なはずだ。あう。おう、ぶちのめし。あんたらも運が。アイスタイムタップ。こいつ食らえ。聞かぬ。邪魔だ。ビビってなんかいねえぞ。受け取れ。あ、おう、いけるか。邪魔だ。正義が負けるわけにゃ。大運だ。やるな。あんたらも運が悪いね。そこどけ。まだじゃ、まだ終わらん。それ俺様。ここは任せてもらおうか。アイスブロックパルチザン。こいつ行くぞ。くらえ。とっとっと、三刀流奥義一大三千らら大戦。ビビってなんかいねえぞ。お前ら無茶しすぎだぞ。刀の旅に行ける。ここは任せても。アイスタイムカプセル。もう気は抜かねえ。そこだ。とっとっと、俺だって強くなったんだ。こんなやつにこれだ。かっおっとっと、ここは任せてもらおう。きっちりキープ。ビビってなんかいねえぞ。お前ら無茶しすぎだぞ。くそ、動けねえ。いや、スネークマンゴムゴムのキングコブラ。アイスタイムカプセル。三刀流奥義一大三千大戦。ひどいことするじゃないの。くらえ。勝っちこっちまっ。くらえ。あらら、こりゃ俺は力が戻ってくる。みんな助かった。あの三大将相手に嘘みてえだ。キューブのデータは完全じゃないとリムが言っていたわ。そのままの強さを再現できなかったのね。勝ちは勝ちでしょ。さあ先を急ぎましょう。懲りない奴らだ。ハハハ、会いたかったぜ、神の息吹。海王類と見まごう巨大な体にまがまがしい嘆願。ガキの頃俺のじいさんから聞いた通りの姿だ。皆だけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるからな。
俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は船だろうが兵器だろうが操縦桿さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂を賭けた。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えてみやがれ神の息吹、誰が主人だ。による攻撃と思われます。この威力がゆえのバスターコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。分析で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるな。この任務はバスターコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何隻でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ。お前か。これはどういうこと。嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの。どうしてこんな。そうだな、リム。お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム。ありがとな。お前の役目はここまでだ。リム！リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムは、お前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのかお前。リムが友達だと。くだらねえことを言うなよ。まあ、あいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。
おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか。俺のコテコテで掴んだものはこの通り、俺の思うがままに操れる。だと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。俺も俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時に、そのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄まで痺れちゃいました。くそ、動けねえ。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけ。メモリーを抜くたびにリムが弱っていったのは、あなたの能力の影響だったのね。そうだな、コテコテの技はリムには負担だったよ。リムは何も気づいてねえだろうがな。先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィ、リムが息を吹き返した。リム、しっかりしろ。リム、アディオは悪くないの。私と同じ、寂しかっただけ。仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、アディオを助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない。リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。アディオは南の浜辺の方に向かったわ。あるじゃねえか。任せろ。
へえ、いいもんがあるじゃねえか。飯だ飯。任せてちょうだい。任せてちょうだい。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。当然の結果ね。少しは強くなれたかしら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 。あら、よかったじゃない。少しは強くなれたかしら。あら、よかったじゃない。少しは強くなれたかしら。当然の結果ね。少しは強くなれたかしら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 。
当然の結果ね。少しは強くなれたかしら。お、腕が鳴るな。さあ食え。肉食って戦いに備えるぞ。一息ついて戦いに備えましょう。さてと、行くか。